第96回日本陸上競技選手権大会兼ロンドンオリンピック代表選手選考競技会は2012年6月8日から10日まで3日間の日程で大阪市長井陸上競技場を会場に開催された主催は日本陸上競技連盟日本選手権の大阪府内開催は2007年第91回 大会以来5大会ぶり7回目、長い陸上競技場での開催は5大会ぶり3回目となった。トラックフィールド男女 KS36 種目の競技を実施し、選手661名が参加した。初日は雨に見舞われたが、3日間で6万2000人の観客数を記録した。女子棒高飛びの阿ビ子智美と、女子有投げの海老原幸が日本新記録を樹立した。 第96回日本陸上競技選手権大会、混成競技は、本大会一周前の2012年6月2日3日の日程で、長野市営陸上競技場を会場に開催され、男子10種競技、女子7種競技の2種目を実施した。リレー競技は、第96回日本陸上競技選手権。 リレー競技大会が2012年10月26日から28日までの日程で横浜国際総合競技場を会場に開催された。競歩競技は第96回日本陸上競技選手権大会 50km 競歩が2012年4月15日に石川県輪島市で開催された。第96回日本陸上競技選手権 大会 20km 競歩は2013年2月17日に神戸市東野田区で開催された。マラソンは2012年1月31日の第31回大阪国際女子マラソンと同年12月2日の第66回福岡国際マラソンが第96回日本陸上競技選手権大会を兼ねて開催された。 男子400メートル H 予選初日は時折雨足が強まる空模様のもと競技が実施された。男子ハンマー投げの室伏広寺は1995年第79回大会から続ける連勝を18に伸ばした。室伏は雨の影響を考慮し3投で投敵を終えた。男子棒高跳びは5メートル42で決着がつかず山本清人とと 沢の大地による、準備決定戦にもつれ込んだ。雨の中ばーの高さを下げて、試議を続け、山本13回、沢の12回の跳躍を行った末に、山本が勝者となった。女子1万メートルは、福士加代子と吉川美香が他を引き離して、レースを進め、9000メートル付近で抜け出した吉川が、 五輪参加標準記録 A を突破する31分28秒71の記録で初優勝を飾った。この日行われた女子円盤投げの室伏ゆかは2位となり2002年第87回大会から続けた同種目の連続優勝は10で止まった。また男子400メートルハードル予選に試めす大が出場したが1代目のハードルに足をかけて転倒。 最下位でゴールし予選敗退となった。試めすえは、大会前にこの大会か、ロンドンオリンピック限りの引退を表明しており、日本選手権が現役最後のレースとなった。男子100メートル女子棒高飛びは、阿ビ子智美が4メートル40の日本新記録を樹立し、自身4度目となる優勝を飾った。阿ビ子は4メートル0.4平方メートル0.4メートル。 40の跳躍をいずれも1回で成功、4メートル、40の成功で、五輪参加標準記録 B を突破した。従来の日本記録は、西寄り育子が2006年4月に記録した4、立方メートル6だった。男子やり投げは、大会13連覇がかかる、村上コ二と、同年4月の小田記念で、日本歴代2位となる84平方メートル8を、 記録したディーン元気の優勝争いとなった。村上は2投目に自身が持つ大会記録を更新する 82m93 を、さらに3投目は自己ベストを更新する 83m95 を記録した。ディーンは4投目に大会記録をさらに更新する 84m03 を投げて、逆転に成功、大会初優勝を飾った。 男子1万メートルは佐藤裕希が2年連続優勝。男子400メートルは金丸雄造が8連覇を達成。金丸は大阪高校3年次から連勝を続けている。男子400メートルハードルは準決勝で高記録が続出し、五輪参加標準記録へ突破者が6人出場する決勝となった。決勝は 岸本隆子が今季世界3位となる48秒41の記録で2年連続優勝を飾った。女子100メートルハードルは、木村文子が2年連続優勝。女子100メートルは、福島千里が3年連続4回目の優勝を飾り、2位に、高校2年の土井安南が入った。男子100メートルは、江口忠が、久喜匠や山形良太らを抑え、 大会4連覇を達成した。女子200メートル女子ハンマー投げは、綾雅美が7度目の優勝を飾った。女子やり投げは、エビ原幸が、日本選手権5度目の優勝を飾った。エビ原は3投目に自身が持つ日本記録を80センチメートル、更新する62メートル36を記録、また60メートル超えの投敵を3回マークした。日本選手権における、 種目創設以来、連勝を6としていた、女子3000メートル SC の早かりミは7位に敗れた。女子400メートル H は、久保倉里美が6連覇を達成、男子800メートルは、横田正人が4年連続6回目となる優勝を、飾った。男子200メートルは、高瀬里志が20秒41の記録で、初優勝、飯塚翔太、高平慎治。 斉藤一までの記録が、オリンピック参加標準記録 A を突破するレースとなった。3位高平と4位、斉藤のタイム差は0秒01だった。大会最終種目の女子200メートルは、福島千里が2年連続3回目の優勝を飾り、2年連続100メートル200メートル2冠を達成した。大会最優秀選手に、男子やり投げのディーン元気と、 女子やり投げのエビ原ゆきが選出され、大会は閉幕した。やり投げ優勝のディーン元気と、河野洋平日本陸連会長本大会と脱種目の日本選手権、マラソンのロンドンオリンピック代表選考会の大会結果を扱う。表中の選手名、所属名は便宜上略賞を含む。オリンピック参加標準記録を本大会以前に満たした選手は、指名欄に、 本大会で新たに満たした選手は記録欄にを示す。陸上競技の日本記録一覧も参照。大会2日目と最終日の2日間にわたって、大阪府内の高等学校、中学校、小学校チームによる男女400メートルリレー計6種目が実施された。大阪市、大阪市スポーツ、緑振興協会。 大阪陸上競技協会大阪ミュージアム構想は大阪の観光と大阪府内における加工食品分野の特産品大阪産名品を来場者に PR するため大会開催中の3日間にわたって長い球技場前に大阪にぎわい広場と名付けた特設ブースを設置し販売活動、PR 活動を実施した大阪市は ゆとりと緑振興局の観光、文化、スポーツ関係イベント事業における第96回日本選手権について平成24年度当初予算に1000万円を計上していた。同局は大会期間中の観客数を4万人と想定していた。大会初日は雨に見舞われたが天候が回復した2日目は3万4000人の観客を集め、 3日間で6万人を超える観客が大会を観戦した。大会の模様は NHK が総合テレビジョンと BS1 の番組全力応援。日本第96回日本陸上選手権ロンドンオリンピック代表選考会で生中継したほか BS1 で録画番組の放送を行った。番組テーマ曲にコールドプレイのラバーズ・イン・ジャパンが使用された。 ロンドンオリンピック NHK テーマソング風が吹いているを歌う生き物がかりが6月8日の放送にゲスト出演した。ありがとうございます。